はい、やっていきます。怪獣物語ファミコンですね。はい、初見でございます。まあ、なんでこの今回ゲームかって言いますのは後々喋っていきたいと思います。まあ、RPG ですね。もう知っている方は知っているとね、まあ、知らない方は一緒に楽しんでいきましょうというね、ゲームとなっております。いやー、ファミコン久々ですね。スーパーファミコンがね結構続いていたのでちょっと楽しみでございます。もう始める、続きで右行くと早い、普通、遅いっていうね、3つあるっていうね、もう何のスピードだかのね、何の説明もなく早い、普通、遅いってある時点がね、もういいですね。まあね、ゲームメッセージスピードですよね、これはね。早いで、で続きからってやると多分、まあ、いや怖いんで始めるから行きましょう。こう真ん中に立っている4人はこれがゲームのメンバー、仲間ってことなのかな。まあ、真ん中に立っている赤い髪の少年でしょうかね。これが主人公ですよね、多分。あとはちょっとモンスターチック的な、まあ、怪獣なのかな、名前の通り。はい、まあわかるのはそのぐらい。まあ上になんかなんつうの、鉱山、山みたいなのがあると。ね、やっていきましょう。おっつ、名前入力、地球から来た少年ということは地球ではないのかと。で名前はテッシーでいきましょう。ちっちゃいつがないのか、これ。ちっちゃいつがないバージョン。まあ、こういう時はね、だいたいセレクトボタンを押しながらやると小さいつになるのかなと思ったけど、ちょっとならないっぽいな。スタートボタンを押しながらもうならないと。なるほど、テッシーでいきましょう。まあ大体でね、はい、終わりと。お、話が始まりましたね。はるか昔、この世界には背中に小さな貝をつけた怪獣という生き物が住んでいました。怪獣たちは世の中の平和の守り神として怪獣島で楽しく暮らしていました。なるほど、怪獣島には島のお守りとして3つの貝が祀られていました。昔は4つあったその貝も暗黒大魔王との戦いで1つは遥か彼方に飛ばされてしまっていたのでした。怪獣島には古くからこんな言い伝えがありました。いつの日か再び暗黒の闇より大魔王が蘇るとき、天空の彼方より火の貝をまといし勇者が舞い降りる。その時こそ火、水、大地、大気の4つの貝を揃え、暗黒の闇より蘇りし大魔王を封じ込めよ。結構わかりやすい言い伝えだと。そして今1000年の間暗黒の闇に封じ込められていた大魔王ファットバジャーがその封印を打ち破り、昔の恨みを晴らすべく大陸の村々を次々と滅ぼし闇に包んでいったのでした。それを知った怪獣島の長老は再びファットバジャーを倒すべく島の中から選ばれし3人の子供たちを見つけ出しました。一刻も早く天空より舞い降りる火の貝をまといし勇者と力を合わせて暗黒大魔王を倒すのじゃ。そして小さな勇者たちはファットバジャーを倒すため旅立っていきました。しかしファットバジャーの魔力によって3人はバラバラにされてしまったのです。いや、ストーリーの進行が、そして小さな4人の勇者の冒険が始まります。いや、結構いろいろ情報あって、ここは舞踊のお城、王様の部屋、そのなんだろう、舞踊の城、情報が多すぎて、あなたこそ火の貝をまといし伝説の勇者ですな。噂では背中に小さな貝をつけた怪獣たちが大気、水、大地の3つの貝を携えてこの世のどこかにいるそうです。
暗黒の闇より蘇りし、大魔王ファットバジャーはすでに多くの村々を暗黒の闇で覆い尽くしています。一刻も早く伝説の怪を持つ怪獣たちと力を合わせてファットバジャーを打ち倒し、この世界に再び明るい光を取り戻してください。この世界のどこかにはファットバジャーを倒すのに必要な4つの宝が隠されています。そしてそのありかを記した地図は祠にいるジプシーのおばばが持っているそうです。まずはジプシーのおばばに会い、宝の地図を手に入れるのが冒険の近道でしょう。旅の支度に心の石と50パールを差し上げましょう。頼みましたよ、テッシー。いや、情報が多い。何、すごいな、情報。ちょっともう一回、ちょっと、すごい。コマンド、一刻も早くファットバジャーを倒してください。あのね、大魔王ですか、この、暗黒の世界、闇の世界からやってきた大魔王ファットバジャー。もうファットバジャーが強すぎて、そっちに引っ張られて他の情報があんまり入ってこないのよ、ファットバジャー。今日一日言ってそうですわ、ファットバジャー。で、話す魔法を、テッシーまだ覚えていない。で、魔法特技、テッシー、ここでは使えないと。道具、テッシー。お、心の石、これなんだろう、薬草的なやつかな。まあ、心の石。強さ、テッシー。テッシー、火の貝。まあ、そうか、火、なんだ、火、水、大地、大気だっけ、風だよな、大気っていうと。まあ、いわゆる精霊四属性がいると。そのうちの火を司る。まあ、怪獣の怪ってことだよね。なるほどね。まあ、勇者って言ってたんで、まあ、主人公クラスだと。で、他に三人、水、大地、大気がいると。それと力を合わせようということですね。攻撃力6、守備力4。いいね、この数字。6と4っていうのはね、一桁っていうのがね、まあ、ファミコンのね、醍醐味。武器、ナイフ、鎧、革の服。で、あと、兜と盾があると。で、パールっていうのがお金の単位ですと。まあ、真珠ですか、50パール。まあ、50個真珠あったら結構もらえたと。お金もらえてますと。いうことですね。で、場所っていうのがある。盾、はてな、横はて、そうやって表すんか。フィールドに出ると、おそらく表示されるのかな。で、探すは、まあ多分調べるとか、探す、何かないかと探してみた。やはり何もない。分かってんのかよ、やはりって。分かってんだったらいいだろう。でも、パスって何、パスワードってこと、パス、お、ちょっと、お、お、お、ちょっと、どういうこと、パス、ストーリーパスしたってこと。ちょ待てちょっと待てそなたはまだ子供なのに、ファットバジャーを倒しに旅立つとは。終わっちゃったってこと？やばくない？ちょっと話聞こうか。なんと勇敢な子供じゃ。そなたに心の石と50パールを授けよう。これ2章とかになっちゃったってこと？そんなことある？そのお金で旅の支度を整えるが良いと。頼んだぞ。クピクピ。クピクピのショーになっちゃったよ、これ。クピクピのショーになっちゃったよ。クピクピ、かわいいな。これ右、なんかお母さんなのかな。私、バナナ姫よ。勇気のある人って素敵だわ。頑張ってね。ネーミングがすごいな。クピクピ、バナナが当たり前のように聞こえる。何これ、パスって。ちょっと違うでしょ、これ。強さ。クピクピ。大気の階まで飛ばされたの、これ。守備力高。4だって、6だね。4から6に上がったっつうか、まあ、クピクピは大気だって。
心の石はみんな持ってんだ。あ、でもこれ場所はだから教えてくれないってことなんかな。これ特技クピクピ、お、セーブ、特技をセーブ、セーブを特技で持っている。クピクピさんが次のレベルになるにはあと6の経験値が必要です。え、ちょ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 、待て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 、いやいや、ショーを飛ばされてるのよ。まだ覚えてない。やはり何もない。これパスやったらやばかったんかな、これ。おい！そなたはぼーっとした顔をしておるが、そんなことでファットバジャーを倒せるのか、すごい言いようだな。とにかく、そなたに心の意志と 50% を授けよう。雑、雑、だんだんちょっと雑になってくるな。とにかく、とにかく、授けようと。そのお金で旅の支度を整えるがよい。では頼んだぞ、ポヨンよ。いや、テッシーの時かなり説明してくれたけど、ポヨン、ポヨン、ポヨンになっちゃってる。あ、水の回。魔力がちょっとある。いや、強いな、守備力。ポヨン、ポヨンも可愛いな。可愛いわ、ポヨン。ポヨン、ぼーっとしとると。一刻も早く仲間の勇者を探し出すのじゃ。え？これ、どんどん飛ばしてる。そんなことある？この世界がファットバジャーのために滅ぼされるのも時間の問題じゃ。もう、ファットバジャーが、すごい。もう、みんな知ってるみたいな感じでファットバジャー言ってる。もはや頼りはそなただけじゃ。そなたに心の意志と 50% を授けよう。そのお金で旅の支度を整えるがよい。では頼んだぞ、バブ。バブー、バブー。王女メロン。バブ様は攻撃の魔法をたくさん覚えるでしょう。ほう。バブ。赤ちゃんではない。第一の回。攻撃力ちょっと下がった。まあ。攻撃の魔法つって言ってたから魔法使いタイプなのかな。え、これでもパスって言っちゃうとさ、やばくない。あ、あ、あ、なるほど。え、これすごいな。こうやってやって、え、しかもだって元の位置に戻ってるじゃん。これ元の位置ってあのパスした場所じゃん。これで、なるほど、順々にやっていくこともできるし、テッシーのショーをめっちゃ進めることもできると。そういうことで、シャカ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 言うと、シャカ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 、いいね、シャカ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 、そういう感じでできるプレイもできるし、ちょっとずつ進めていくっていうこともできるんだ。え、すごいな。まあまあまあ、私としては、まあ一つずつやって、話す、会う、別れる、ちょ、どういうこと、どういうこと？話す、会う、別れるってどういうこと？誰もいないよって。別れるって。悲しいこと言うなよ。別れるって。誰もいないよ。これ話すでいいんだよ。あ、誰も、外、前にいるときは話すだけでできると。長い旅に出るときは、テントを持って、お行きなさい。ハンプステンの北の端、レハレッタの北の島。ちょっと待って待って、情報情報。どこかにテント屋がある、いるはずだ。だ、最初言ったけど情報がすごいのよ。そしてパスもできると。あ、だからそうだよ、一個ずつ進めていこうかなと思います。テッシーのショーをガッてやったらガッてやる感じ。テッシーのショーだけを、じゃないとね、多分情報がね、すごいありすぎて、今のテントの話も全く覚えてないからね。なので何回か聞くかもしれない。メモれよって話。あ、いや、ちょっとメモっていこう。いつもね、メモらないでわかんなくなっちゃうんで。つってもちょっとメモ帳遠いな。メモ帳遠いわ。スマホも遠いわ。近くに持ってけって話だけど、まあ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 、まあ、毎度、ここは酒屋です。1本15パールだけど買ってくかい。酒屋、何の1本かもわからない。15パールってどんぐらいなんだろうね。ちょ待って、
なんだ買わないのか。それじゃあまたおいでよ。優しい。買わないのにまたおいでよって、なんだ冷やかしかとかじゃないのね。優しい酒屋。ほほほ、わしは町の占いおじじ。占いをするには50パールが必要じゃが、それでも占うかのと。もう家に、速攻で家にしましたけど、酒一本と占いが同じ値段。なんじゃたわげもん、お前なんか呪われてしまえ。ふん。あー、でこの対比をね、対比で面白いとね、面白いですね。ブンブンブンってこれ当たった時の音がね、森入れる、入れないと思ったもん。湖はぶつからない、ぶつかった音がしないっていうね、これ素晴らしいね。このぶつかった時だけこの音がするっていう。ここは、ここは薬屋です。何を買いますか。神頼み、ポイズノン、水筒。まあポイズノンは毒消しか、水筒が回復なのかな。でも水筒でこれ安すぎない、回復 HP 回復ね。神頼みは何でしょうね、逃げるやつかな。道具はねちょっとわからないので調べるかもしれない、道具の効果だけ。これはジジイっすか。火の会の勇者と大地の会の勇者とが初めに会うのが近道じゃ。あ、そうか、どっかで会うとパスがなくなるのか。大地がさ、すっげえ宝箱、これ宝箱だよね。アトランティスの謎に出てきそうな。で、あ、階段塞いでるやつがいるな。おお、その貝の首飾りは、お主が選ばれた4人の勇者じゃな。この世界には4人の旅のお坊様と4人のジプシーのおばばが、そなたち、お主たちを待っておる。旅のお坊様やジプシーおばばに会わなければ、絶対にファットバジャーを倒せませんぞ。絶対にがついちゃいましたね。これ階段下にあるよね。私は旅を続けていたのだが、もう力尽きた。いや、じゃあどけよ。お願いです。水を一口いただけませんか。持ってない。まあまあ、はいにしよう。なんてひどい人だ。水なんて持ってないじゃないか。呪ってやる。え、呪ってやる流行ってんの。今、この怪獣島で呪ってやるが流行ってんのか、これ。なんてことだ。このままでは死んでしまう。じゃあそのまま。うん。白いな。右にいる人も一緒だけど白いな。ここからずっと北西に小さな池があるそうです。その池の近くの神殿に旅のお坊様がいるという話ですと。北北西に池があると、海に沈んだ宝物はその地図を持つ者にしか見つけることができないそうです。あー、フラグ、地図のフラグを立てないとダメだと。そういうことか。ああ、道具屋ですね。ここは何を買いますかと。道具と武器が売っている。おい、道具でホーリーがもう売っていると。シルバーキー、鍵か。鍵セイドがあるのね。何個が持ってった方がいいタイプ。序盤でホーリー、すごいな。売りたい。あ、違う違う違う、あれ、武器屋解体で武器か。ナイフはもう持ってんだよね。ってことは次の武器は槍だと。勇気のマンと戦士の鎧、戦士の盾。買うのはこの槍、鎧、盾か。マンあとは多分鎧に属するとこだよね。そうだよね、兜、兜がまだ売ってないのか。なるほど。ようこそ万葉の町へ。ジプシーおばばは西の岬にいるそうよ。ってことはまず西だと。ジプシーおばばに会わないと。行きってホテルってなってますね。宿屋じゃなくてホテル。
ホテル、マイヨーです。サインをお願いします。いやいや、ちょ、待て。まだいいのよ。お、ここは光あれ。ようこそいらっしゃいました。ここは目覚めの部屋です。どんなご用ですか？あ、復活毒消し成分。まあ、セーブしとくか。ああ、6の経験値が必要ですと。まあまあ、これはいいや。やっときましょう。OK。大丈夫っす。で、こう、あ、まだ2人いるね。この町のどこかに地下室があるらしいぜ。ああ、さっきの宝箱のところかな。入り口にはボロボロの男が知ってるらしいぜ。入り口は知ってるらしいぜって、ボロボロって言われてんじゃん、あいつ。死にかけのボロボロ。小さな池のずっと北には、ローチェのお城があります。だから情報がすごいのよ。じゃあまあ戦ってみますか。多分外でしょ。いいっすね。フィールドの曲。ちょっと堪能。ね、湖も綺麗じゃない。草原がありの、山がありの、森ですか、森がありのと。ちょっと怖いんで、ここら辺で。ドゥー、のっぺらーですよ。までバトルモードってのがある。あ、オートってのがある。オートでよくない？ちょ、マニュアルでやってみる。戦う、あ、攻撃、道具、魔法特技、守り特技。これが防御かな。あ、攻撃でいきましょう。3を与えたと。いいっすね。早いっすね。敵がちょっと早い。3、2。いや、ドロッドロ。かなり泥試合。いや、3ターンで倒せないの。ドロドロ。泥試合もいいとこだよ、俺。あ、これで相手がピンチになったと。倒したと。5ターンですか。あ、でも5パール。ちょ、待って、5パールって。ホテルがいくらなのか気になるところですね。治水コウモリの出現。まあ、どうせ序盤は攻撃しかないので。はい。で、最初に言ったんですけど、なんでこれをね、今回怪獣物語やったかっていうと、まだ実況、してないんですけど、ジュービークエストっていうね、RPG のゲームがあるんですね。で、それやろうかな、昔プレイしたことがあって、で、それやろうかなって思ってたんですが、で、当時ね、ジューベイクエストやっていた時に、まあ、また友達ん家行ったんですよ。そしたらなんか、ジューベイクエストに似ているものが、似ているゲームやってたと。多分それが怪獣物語だったと思うんですね。で、それで、あれ、すげえ似てるなって、まあ、ナムコ、同じナムコなんで、すげえ似てるなって思ってて、ずっとやろうと思ってて、まあ明日やろうと思ってたんですが、それがずっとできずに来たので、まあ、やっていこうかなと。まあこっちの方が発売日先だったんで、こっちをやってから、まあジューベクエストも後々やれたらなっていう思いで、今回やりましたという感じです。明日やろうはバカ野郎と。すごいな、お金の、たまりが、まあやっぱりファミコンだな。やばそうなの来たよ、これ。サンドキラーって。全然砂漠感ないのにサンドキラーですよ。やばくね、これ。わ、2位食らっちゃったよ、ほら。5ターンかかるとやばいぞ、これ。死ぬぞ、これ。で、さっきホテルの代金見ました？5パールです。5パール全然金たまんない。やばいってやばいって。おお、あぶねえ。ほら、こんなピンチになって、1回の戦闘でこれで5パールですから、やっと。しかもレベル上がったし。
HP 上がりすぎ、あ、違うわ。18になったですから。18上がったわけじゃないんだよね。これどういうことなんだろうね。攻撃力が3上がった。攻撃力以下は上がった数字なのに、なんで VP？ これ多分 HP ですよね。HP だけなんで完成形だけの数字にしてんの？一番目にでかい数字持ってってドカーンって印象を与えるためだけかな。ちょっと危ない危ない、サンドキラーやばい、もうやばいっていう感じは分かってよかったわ。ほらあんな死にかけて、これ止まりますよ。止まったら、今パールが見ましたけど、見えましたけど、強さでパール見れんのかな。はい、死にかけて57パール、7パールしか手に入んないっていうね。これがファミコンですよね。ただレベル1個上がったんでね、もうちょっと次回は進むかなという感じで、まあしばらくはこのテッシーのショーになるかな、なると思いますので、よろしくお願いいたします。はい、次回はちょっと敵と戦って次の目的地に進めたらなと思っておりますので、はい、ぜひ次回もよろしくお願いします。テッシーでした。